今年は38ですか ?38 の年ですね。38の年でね。ちょっとまあ、なんかね、まあまあ、まだあれですけど、いろいろでもだんだんこう体にガタが来ているみいなお話なんですけどね。今週、この一週間ぐらい、朝早い。うん のが、二発ぐらいあってね、お仕事。はいはい、コンビでも一回あってね、ちょっとね、ああれかポカポカ前にね、はいはい、朝早いのみたいな。あのーうん、有吉の壁の。そう、有吉の壁行ってね、うん、久しぶりにね。うん、と、あと、もう一個なんか、日曜、これは日曜かな静岡の方に朝、うん、もう、 5時半、え出発ぐらいで、なんかあってお仕事。えー、それで、まあ、その一発目ね。うん。有吉の壁、有吉の壁の時に、うん、ま、朝早く起きるじゃねい、うん、もう、あの時も結構早かったね。早かったですね。そう。で、朝起きる、今、妻、息子、うん、俺。で、こう、3人で寝てる。うん、上の2人はもう自分の部屋で寝てる自分の部屋あんだそうそう。だからこの、アラームで起きるわけ、俺ね。はいはい。そうそう、でも、 うるさかったら起きちゃうじゃん、その二人がさ。起きちゃうよ。それだからもう、俺はね、デンデンデーレッデーデン、デン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 デーっていうアラームを使ってるの。この、エイティーズみたいなね、アメリカの。デンデンデーレッデンデン、デン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 。ちょっとバンド系のやつ。なんか、まあそうだよ。でもまあ、最初から入ってるやつよ。その、デンデンデーレの、もう、デンデーっても起きるから、ちゃんと。デンデーでもうすぐ、すぐ消す。デンデー、 って。うん。でんでんでーれまで行っちゃったら起きちゃうから。で、うんでーれ、もうすぐ起きてけんして。うん、<laughs> っていうのがもう身についてる。まあ確かにな。絶対起こしちゃダメだから。俺は、うん、シ,ャシャン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 みたいな、刀を擦り合わせるみたいな音。<laughs> 起きてんの。ごめん。それ外に入ってる,やつあるの。もともと入ってるアラーム音のやつ。いやいやこれは、独自の、あの、<え>独自のっていうか、うん、別のアプリのやつだな。 そういうのもあんのか。そう。シャンシャンシャン怖っ。何それ。雪屋車が近づいてきてるじゃん、もういつも怖くて起きる。よく起きれんね、それで。あそう。俺はデンデン出るよ。なるべく早く消すというのでさ。で、まあ起きたら、もうその寝室のすぐ横にこう、クローゼット。ちょっとこう、ウォークインクローゼットあって。そこを入ってこう、服をまず選ぶんだけど、そこももう明かりつけちゃダメ。 そこにあんのねそこにもう服があってそこでもう T シャツとその上に着るシャツ Y シャツとシャツその上にもトレーナーねサーベのシャツとトレーナースタイルのね T シャツシャツトレーナーそれをこうバーって取ってでちょっとこう洗面の方行ってで着替えるのそっちで電気つけてちょっとこう離れて持ってくんだよ持ってくの服をでわーっと持ってって。 したらもう、そのシャツの下に着る T シャツ、うん、?T シャツをもう、一軍の持ってきちゃうよね、間違えて。真っ暗闇だからさ。一軍のそう。うん、一軍のその本来、夏場、それのみで、いける。おしゃれだと思ってる T シャツ。インナーに使うべきじゃないやつ。インナーの二軍三軍 T シャツを、本来は <laughs>、持ってこなきゃいけないのに、<ー>一軍 T シャツを持ってきちゃってね。ああって。<ー>で、シャツも、本当は青い、 の持ってきたかったのに、白持ってきちゃったみたいな。そう。それもう2、3回。もう、暗いだもん。わかる一軍の T シャツって、インナーにするにはもったいないとかもあるけどもったいない。なんか、インナーのこの着心地じゃないんだよな。ああ、そうね。暑いんだよね。ちょっとその、生地もねいい T シャツはね。ああ、みたいな。そんなやって。で、着替えて。で、この髭剃りね。シェーバーで。うん。髭剃る。でも、その音うるさい。 もし日使5 0 0洗面所ちょっと近いから。音でまた起きちゃうかもしれない。だから、お風呂場で髭剃る。おだよね。気をつけてんな。で、お風呂場入ろうってって、お風呂場バーンって入ったら、え下濡れててなんか。下濡れてて、はっってなって。え靴下びしょびしょになっちゃってそのおき替がえでえ。いたばっかの靴下。履いたばっかの靴下びしょびしょになっちゃって。もうお出かけ用の靴下よ。びしょびしょ。はっってなって、その時、はっで、 ハーフぎっくり腰みたいになっちゃって。<laughs> その、本ぎっくり腰じゃなくて、ハーフぎっくり腰みたいになっちゃって、それで。歯でびくんで。で<ー>、イだだだだって。ああで、それでもうちょっとなんか、一瞬動けないみたいな。うんうん、で、ちょっと落ち着かせて、髭剃って、みたいな。僕の風呂場じゃん。そう。そっからもうずっと、この腰の痛みがずっと続いた状態なんですけど、はいはいああ で、えー、その今それを終えて、うん、で、その数日後にもう一個の朝早いロケね、うんうん、朝あ5時半ぐらいか静岡向かう。うん、行きはロケバスで1時間半ぐらい。はい。うん、それでももうかなり腰ギリギリの状態。うんうん、でも帰り、うんいい、春休み日曜、春休み日曜渋滞。 3時間以上。うぅーロケ倍以上じゃん。倍以上。やば。3時間以上で、もう、やばい。腰が。もう、やばいね。この、なんていうのまあ、シートベルトした状態で、できうる、この、楽な体勢を、もうずっと探しながら。ずっと動かしながらさ、足、たまには、足組むのも楽な時あったりしてね。足んで、逆足で組んだりとか。あとはもう、異常なぐらい背筋伸ばして、座って、 で見たりとか、うんうん、でまた3時があるからまあなんかこう携帯でいろいろ見ながらさ、うん、帰るんで、はい、バスケ NBA バスケ見たり、うん,ん,ん YouTube 見た<ー>でちょっとゲームね「うん、信長の野望」を開いてみたり、うんはい、ドラマとか見たり、うんうん、なんか YouTube 見てる時。 腰痛い気がしてくるのは。何 ?YouTube 見てるとき。<ー> YouTube。ほら、なんか YouTube 見てるとき、痛いなぁ、みたいな。うん、でも、NBA とドラマ見てるときは、比較的痛くない気がする。うんうん、何これ、なんだこれ、みたいな。うん、やはり YouTube は、うん、YouTube とあとショート動画ね、YouTube のとかをなんか見てたんだけど、はいはい、なんとなく見てんだね、やっぱり。うん、なんとなく見てるのがもう癖づいてるから、<laughs> でも一方、NBA ドラマはもう集中して見てるから、前のに。痛みのことを一瞬忘れられるみたいな、はいはい。俺の感覚、俺の中では、多分そういうことだ。結局、その日、一番良かったのは、ネットリックスで、不適切にも程がある。あの、この間までね、やってた。不適切にも程がある。今見てる。不適切にも程がある見ながら、ちょっと前傾姿勢。これが一番痛くないっていう。 <laughs> ちょっと前鏡で不適切にも程があるを見るのが一番痛くないっていうのは。医者、医者が推奨してないです別に。多分何かしらの効果があると思うんですけどね。不適切にも程がある。まあそれそれを、まあ、それでもずっとそれだったら痛くなっちゃうからね。まあね。いろいろ組み合わせながらそれを多用しながら帰ってきたっていうね。それでも腰が結構もう悲鳴上げて。うん、で、あとも昨日、体で。うんはい、昨日、えー フラットでフラット事件っていうのがあってね。この、昨日のポカポカ前ぐらいにさ、もう、エゴサしてってね、息を吐くようにエゴサしてるから俺は気づいた。してなんかそのフラットラジオね、向井そう。ああ、TBS ラジオね。ラジオね。なんか、サルさんの話だ、みたいな。呟いてる人がいたの。ん話してんだ。よし、タイムフリー。 いこつすぐすぐタイムフリーダー肝い動きだな何を話したんだタイムフリーダーでも別に大した話はしないの別に聞いたらねなんか別にそれのタイムフリーで調べながら俺はトイレに行ってさうんちした方がトイレ個室入っていっちゃん音ちっちゃくしてさ耳にくっつけながらさうんちしながら聞いてたのでグッて踏ん張ったらもうふらってほんとにんか フラって、扉の方に、ガタンみたいな。危な。手ついて、なんか倒れそうになっちゃって。これが、なんかフラットでフラットで。バタンって扉の。ね手ついて、なんか、よら何で、バンってついたら、外にいたんだよ。人が。大丈夫ですかみたいな。言われて。あ大丈夫ですちょっと。ガタガタンって。そうそう。ちょっとバランス崩しちゃって。いいじゃん、や、そう。はずって思ったけど、いや、はずいとかじゃない。 危ねえよ、そう。危なって。だから、無理やり結構、なんか、力んじゃったんだよね、その時、ちょっと。頭に血が昇っちゃったみたいな。便秘気味でさ、うわ危なーっていう。だから、ちょっと気をつけようねっていう。その腰もそうだしな、みたいな。この。で、結局、不適切にも程があるも取っとかないとダメだよ、その。後の長距離移動の痛み止めとして。取っとかないとダメだから、続き見れない。もう一回、 見る一とか効効果果なないいでしょどっか気がそれちゃうからやっぱり2回目だとそうか慣れちゃうそうーントレーナーのさ中に T シャツ着るだろ T シャツはどうしてんのそのズボンに入れてんの T シャツシャツも入れてるじゃん俺だってあそうかそうそうシャツを入れてるシャツだから T シャツシャツどっちも入ってる状態だねうん なんかこうえあれは T シャツを着るときは夏とかははな何,何なんか着てんの下にあ中にうんお着てないかなあでも重ね着というかこの<ー>その下肌着っていう意味じゃなくても、うん、ちょっとこう見える、うんうん、首元かはいはい、えー、下裾の方からか、うん、重ね着というので下に T シャツ着てたりをするね俺いつの日かさ、うん そのズボンあるしいつの日かいつの日かあのズボンベルトするしょベルトしなくてもいいわそのズボンと腰の間に布が挟まってないと嫌だってことになっちゃったいつからもうこれは二十歳ぐらいの時いや長それそうか気になっちゃうみたいなこともそうんかんかこのさそう あのお腹を直接ズボンで締め付けるのが嫌なああなるほど夏場とか全然 T シャツの時は俺はもうそのままダイレクト俺それでもできなくなっちゃうああそうそれどうしてんの今今日も T シャツなのこのカーディガン着てるけど中は下 T シャツでしょ半袖の T シャツってことはその下にああんか着てるタンクトップを着てるの絶対うわだからこの腰と このズボンの間に1枚このタンクトップの布を挟まってないと入れて挟まないとなんかもう嫌なの絶対へえこれ細かいところだけどスタイリストの人にも言ってる言ってる挟ませてくださいって絶対いいんだお願いしますうわああそうまあでもまあいるいるはいるよね多いんじゃないでもそうかも意外とそのいう人ねうん っちょとこう気になるっていうのはあるよねうちの娘もこうなんか気になるんでね中ズボンはけないからもうえ全然どういうこともう中ズボン嫌なんだってこのすねのところが嫌だとそうそうでも靴下は長い靴下ビューンって伸ばしてハイソックスみたいなそういう女子いたろそのねハイソックスで。 うん、ハイソックスで賄う女子う子は太郎その、うん、ねえそうのなんか次女はちょっと嫌や,やみたい長ズボンはねうん,うんその膝下までのソックス、うん、長いそうそうそうああやって女の子しか履かないよなう女の子供しか履かないこれが多かったよね、うん、なんかね、うん サッカーとかになっちそうそうそうソックスみたいなね,ッいなねサッカーソックスみたいなね、うん、あれ履いてるかでもあの屋上でバレーボールしてる OL は履いてるか屋、うん、上でバレーボールしてる OL は履いてないなんかストッキングじゃんでもなんかあれはじゃあ工場のさ、うん、あの経理やってる人工場の経理やってる人の人は

あれよスカートかんかちょっとだけもわんとした短パンみたいなどこの工場それどこの工場イメージあそこよあれさ茨城の鋳物のさ工場よみたなあならいたかそうね今度ね 小学校の時も岩井さんはジャージでしたもんねジャージ入ってたね上下ね大体ハーフパンツ入ってたねハーフパンツ入ってたね、うん、てたで上長袖のジャージみたいな着たかった、うん、着てた時もあったね <laughs> 中学の時だって岩井はずっと半ズボンじゃなかったっけ、うん、あ下入ってたかジャージ入ってたか入ってた入ってた ななんんか半ズボンのイメージはあ澤部が半ズボンのイメージ俺か澤部、ね、<laughs> はなんか知んないけど冬でもなんかハーフパンツ入っはい入ってたねはいてた学校行くきにう俺、うん、俺記憶の中で、うん、自分のハーフパンツ岩井に履かせてた今 <laughs> お前そういうの多いよねお前なんかたまにあるんだよな俺とお前の記憶を入れ替わっちゃってる時 <laughs> お前はねちょっとあるねそのお前の記憶を俺だと思っちゃってるそれ分かんないピッコロとその神様もともと一つの存在じゃないのよ俺たちはあるけどな可能性はねそれでね俺さハーパンツてたハーパンツ入ってたんかずっとでも途中からジャージ履いてたんだよな買って俺んかうちのね中学校はうん 制服ほとんど着なかったんだよなそうそうもうずっとジャージそう行きも帰りもそのあの行きってジャージにしてるわけじゃなくてもう制服なんか着ないんだよな着なかったね式の時しかそうそう行人の時しか着てなかったねジャージだからなんか嫌だったんだよなジャージをみんなさダボダボにして履いてたろ俺もそうしてた腰パンしてめちゃくちゃもうケツ見えるぐらいの腰パンして 俺らちょっとやんちゃな子たちはすごかったよな決出してそう竹末なんてな竹末な竹末くんっていうでその竹末くんはさっき本編で言ってたな理科の先生にやっぱめちゃくちゃ怒られたな一番怒られてたよな誠だろ誠竹末誠っていうその竹末誠は同じ学年に同じ学年に竹末るっていうお兄ちゃんがいるそうそうお兄ちゃんうん あ双子じゃないんだあれそうかそうかギリギリ同じ学年になっちゃったそうだよねそう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 すごいことだよなあんまりまあないよねだからそれのさダボダボで履くのがなんか多分俺は勇気なかったんだと思うんだけどちょっと悪い子たちになんか真似て真似てというかでもピンってさパツパツで履くのはやっぱダサいみたいなさ あったんんだよななかな。たくなにハーフパンツ入ってたもんなでも途中でなんで買ったんだろうな寒かったのかなこので俺はジャージで前にこうなんていうのなんかこのねなんていうのこの線があってねああそうな。んていうのラインがこう入っててそここう刺繍なんこう糸がこうさそのラインに沿ってでそのなんか糸を抜くみたいな。 なんかいいいみたなあったよねなんかあったな糸を全部抜くのそこ抜くとそのボコってあるラインがスンってなんか全部なくなっちゃうみたいなそれがかっこいいみたいなで糸を全部抜くのあったあったよねでも俺は抜かなかった最後でちょっと怖いから何かそういうのってさあったよなあったね学校行ってた時のさそうそう なんかこれがかっこいいんだよな、ね、謎のおしゃれね、うん、よくわかんないそう,う懐かしいなああったあった,あったねえ<ー>うん <music>